その1、アレシャンドレ・パト。幼くして才能を発揮したパトは、4歳でフットサルを始めると、その後12歳でインテルナショナルの下部組織への入団を果たした。さらに16歳という若さで U20 の州選手権で得点王を獲得し、クラブ史上最高の素材、との評価を受けるまでに至った。そして2006年、17歳でプロデビューを飾ったパトは、試合開始からわずか1分で初ゴールを決める華々しいデビューを飾った。その圧倒的な実力が認められ、2007年には18歳の若さで AC ミランへ完全移籍。卓越したスピード、テクニック、シュート能力を武器に、2009年にはゴールデンボーイ賞とセリエ A 若手選手賞を獲得。さらに10-11シーズンにはミランのリーグ優勝に大きく貢献し、チーム内得点王の座も掴んだ。ブラジル代表でもその才能は開花し、デビュー戦ではペレの記録を上回る速さでゴールをマーク。ところが天才パトはその後度重なる怪我に苦しめられ、2013年にはブラジルへの帰国を余儀なくされた。それ以降は、チェルシー、ビジャレアル、中国リーグなど、世界各地でのプレーを経験することとなり、35歳となった現在はブラジルのサンパウロで現役を続けているのである。ミラン時代のパトはバロンドールすら射程圏内やった。ペップ・バルサを一人でぶち抜いたのは伝説。その2、アンデルソン。アンデルソンは2007年、わずか18歳でマンチェスター・ユナイテッドに加入し、新時代の天才ミッドフィルダーとして世界中から注目を集めた選手だ。ブラジルのグレミオで頭角を現した彼は、その圧倒的なドリブル技術とパスセンスで、ニューロナウジーニョの異名を取った。そんなアンデルソンはファーガソン監督の下で、瞬く間にチームの中心選手として台頭。2008年にはチェルシーとのチャンピオンズリーグ決勝で PK を沈めるなど、この時期のアンデルソンは攻撃的ミッドフィルダーとして高い評価を受けていた。しかしその後のキャリアは必ずしも順風満帆ではなかった。度重なる怪我と体重管理の問題に悩まされ、徐々にベストコンディションを維持することが難しくなっていったのだ。その結果当初の期待とは裏腹に、ユナイテッドでの出場機会は減少の一途をたどった。そして2014年、アンデルソンはフィオレンティーナへのローン移籍を経て、その後インテルナショナルに完全移籍。ただそこでもかつての輝きを取り戻すことはできず、20代後半という選手として最も脂の乗る時期に、トップレベルからは遠ざかることになったのである。食欲にさえ勝てればトッププレイヤーになれたのにな。アザールにしろアンデルソンにしろデブ化した選手の寿命は短い。その3、元祖。今から16年前、ブラジルの名門サントスにある天才がいた。パウロ・エンリケ・シャーガス・イマ、通称元祖だ。彼は長身で運動量は多くないが、天才的なボールタッチと卓越した状況判断力を持つプレイヤーだった。そんな元祖は2009年、19歳でトップチームに定着すると、その才能を爆発的に開花させた。2歳年下の親友ネイマールとの黄金コンビはサントスの攻撃を牽引し、優れた戦術眼、巧みなボールキープ、鋭いラストパスを武器に、元祖は20歳という若さでブラジル代表入りも果たした。しかし天才の輝きは長くは続かなかった。度重なる怪我に悩まされ、継続的なプレーができなかったのだ。2016年にはセビージャへの移籍で欧州挑戦を果たすも、運動量の少なさが致命的となり、わずか28試合の出場に終わった。その後ブラジルに戻った元祖は、フルミネンセで2022年に33試合5ゴール5アシストを記録し、かつての輝きを取り戻す兆しを見せている。クラブワールドカップの元祖が未だに忘れられない。クラシックスタイルの10番は元祖が最後やったかもな。その4、ボージャン・クルキッチ。バルセロナの下部組織ラマシアで960ゴールという驚異的な記録を残したボージャン・クルキッチは、16歳でトップチームの練習に参加し、17歳19日でプロデビュー。メッシの最年少デビュー記録を更新したのだった。さらにデビューシーズンから48試合12ゴールを挙げ、17歳217日でチャンピオンズリーグ最年少ゴールも達成した。そんなボージャンは天才的なドリブル技術と決定力を持ち、エリア内での冷静な判断力は群を抜いていた。その才能からメッシの後継者として期待されたのだが、その重圧が彼を苦しめることになる。バルセロナでは4シーズンで162試合41ゴールを記録したが、次第に出場機会を失っていき、2011年にローマへ完全移籍。その後 AC ミラン、アヤックス、ストークなど欧州各地を転々としたが、なかなか定着できず、2021年に加入したヴィッセル神戸でも度重なる怪我に悩まされ、2023年3月に32歳で現役を引退した。ボージャンは時代が悪かった。あのメンバーじゃそれ出れないわ。ファティがボージャンみたいにならないことを祈る。その後、フレディ・アドゥ。フレディ・アドゥは1989年にガーナで生まれ、8歳でアメリカに移住した異色のサッカー選手だ。10歳の時点でイタリアの U14 大会で得点王と最優秀選手賞を獲得するなど、学生時代からアドゥのサッカーセンスはずば抜けていた。14歳の時には DC ユナイテッドと契約し、アメリカのプロスポーツ史上最年少でのプロデビューを記録。そんなアドゥは足元の技術、突破力、ボールキープ力に優れ、チェルシーやインテルからオファーを受けるほどの注目を集めた。しかし若くしてスターダムに上り詰めたことが、彼のキャリアを大きく狂わせることになる。14歳の僕に
ノーということは不可能だった。多くのプロモーションやインタビューに追われ、それらは僕をフットボールから遠ざけた。アドゥは後のインタビューでこう語っている。その後彼はベンフィカへの移籍を皮切りに、モナコ、ギリシャ、トルコなど9カ国15チームを渡り歩き、2021年にスウェーデン3部のエステルレーンでプレーした後、現役引退を迎えた。アドゥは完全にスポーツビジネスの被害者、もっと大事に育てるべきやった。10代の頃から億単位の金を持てば狂うのが普通。その6、セバスティアン・ダイスラー。セバスティアン・ダイスラーは2000年代初頭のドイツサッカー界で100年に1人の天才と称された悲劇の天才だった。1980年生まれのダイスラーはわずか18歳でボルシアメンヘングラードバッハでプロデビューを果たし、その類まれな才能を見せつけた。右サイドと攻撃的ミッドフィルダーを得意とし、卓越した技術と創造性で相手守備陣を翻弄する彼を、フランツ・ベッケンバウアーはドイツで最高の身体能力と技術を持つ選手と絶賛し、代表監督のフェラーは今後10年間のドイツを担う選手になると太鼓判を押した。しかしダイスラーの輝かしい未来は度重なる怪我によって蝕まれていく。特に右膝の十字靭帯断裂や軟骨損傷など深刻な怪我に見舞われ、キャリアで5回もの大手術を受けることになった。2002年にはバイエルンミュンヘンへ完全移籍したが、怪我の影響で4年半の在籍期間中わずか62試合の出場にとどまった。またダイスラーは身体的な問題だけでなく精神的にも追い詰められていった。過度な期待とプレッシャーやチーム内でのいじめでうつ病を発症。2003年と2004年には2度の入院を余儀なくされた。最終的にダイスラーは2007年1月、もう自分の膝を信じることができないという言葉を残し、わずか27歳という若さで現役を引退した。その後彼は理学療法士として第二の人生を歩み始め、サッカー界からは完全に身を引いている。思うように体が動かない上に怪我が重なったら心が折れちゃうよな。ガラスの天才って言葉はダイスラーのためにあると言っても過言ではない。その8、フェデリコ・マケダ。フェデリコ・マケダは1991年8月22日、イタリアのローマで生まれたサッカー選手だ。彼は地元のラツィオでキャリアをスタートさせたが、イタリアの18歳以下プロ契約規制により、16歳でマンチェスター・ユナイテッドへと活路を見出した。するとユナイテッドのユース時代、マケダは圧倒的な実力を見せつけ、U18 チームで21試合12ゴールの大活躍でトップスコアラーの座を手にする。17歳の誕生日を迎えた2008年8月22日には待望のプロ契約を締結。当然クラブからの期待は計り知れないものがあった。そして2009年4月、運命の瞬間が訪れる。アストンビラ戦でトップチームデビューを果たしたマケダは、チームが1対2で追い込まれる中、後半から途中出場すると、試合終了間際にライアン・ギグスからのパスを受け、劇的な逆転ゴールを叩き込んだ。ところがこの輝かしいデビューが彼のキャリアのピークとなってしまう。その後ユナイテッドでは36試合5ゴールに終わり、2011年以降はレンタル移籍を繰り返す日々が続いた。2014年夏にユナイテッドを退団後は、クラブを転々とする生活が続き、現在はキプロスの APOEL ニコシアでプレーしている。その9、アブーディアビ。アブーディアビは191センチの長身から繰り出されるダイナミックな動きと卓越したテクニックで、若くしてパトリック・ビエラ2世と呼ばれた逸材だった。2006年1月、わずか19歳でアーセナルに加入したディアビは、すぐにプレミアリーグの舞台で頭角を現し、ボックス・トゥ・ボックスの役割を完璧にこなす、攻守に優れた万能型ミッドフィルダーとして期待を集めた。しかしアーセナル加入からわずか数ヶ月後、サンダーランド戦で受けた悪質なタックルにより足首を負傷。この怪我が彼のキャリアを大きく狂わせることになる。その後も彼は度重なる怪我に悩まされ続け、アーセナル在籍9年半の間に実に42回もの負傷離脱を経験した。その結果11年間のプロキャリアで出場したのはわずかに108試合で、32歳という若さで現役を引退することを余儀なくされた。フランスではガラスの男と呼ばれたディアビだが、その類まれな才能は多くのサッカーファンを虜にした。もし怪我に見舞われることがなければ、プレミアリーグ史上最高のミッドフィルダーの一人になっていたはずだ。